アブーヌワースは、アッパース長期バグダードのアラビア語詩人。8世紀後半から9世紀初頭のカリフ、ハールン・ラシードからムハンマド・アミーンの頃に活躍した、協楽的な、酒ホが、医師や、恋愛詩で知られる。同時代の製品詩人アブル・アターヒーヤとは、作風も、交代賞をなし、よく並び称される。彼らは共に、アラビア語詩に、新しい様式や、 内容の多様性をもたらした、モダン派の代表的詩人として知られる。アブヌワースは、近世アラブ世界の民話の中で、その人物像や伝説が、誇張や想像も交えながら語り継がれていった。血よ人よ物語にも、メイ君というキャラクターを与えられたハールーン・ラシードの、取り巻きという同化的役回りで登場する。民話上のキャラクターとしてのアブヌワースは、歴史的に交易を通じて、 アラブ世界と文化的に接続していたスワヒリ文化圏など東アフリカ沿岸世界にも伝播したアフリカ民話の世界に至っては歴史上の人物としての存在から有利し名前もアブヌワシやアブナワスなどに現地音化してトリックスターとして活躍する20世紀初頭の象徴主義詩人ハリー・ルジブラーンがアルフヌーン史上で描いたアブヌワース近現代以降は アラブナショナリズムという文化運動の中で再発見されることとなった。アブーヌワースは通り名で、本名はハサンブンハーニーハカミーという、父ハーニーは、ウマイヤ朝最後のカリフ、マルワーン2世の軍にいた兵士である。母は、ゴルバーンという名のペルシア人の職工で、若い頃はバスラの食料品店で働いていたという、父ハーニーは、 イエメンの部族バヌーハカムに帰属するマウラーである。直接的には、ウマイア朝軍の武将ジャアルラーフハカミーに帰属するイラン系の回収者である。髪を束ねて棒にした親父という意味を持つ。アブヌワースという通り名の由来には、いくつかの説があり、伝統的なものでは三つの仮説がルフされている。第一の仮説では、ヌワースとはある山の名前であるという。第二の仮説は、 彼が長い髪の毛を、ふさ飾りのように垂らしていたので隣人が、アブヌワースと呼んだのであろうと推測する。第三の仮説は、かつて存在したヒムヤル王国最後の君主、ズーヌワースに、自分自身を重ね合わせて、彼が自分でそう名乗ったのであろうとするものである。131から160。アブヌワースは、アフバーズ生まれとされる。アブヌワースは、 母がバスラの食料品雑貨やサードやシラで売り子をしていた頃まだ小さい子供だった。その後、クーファイ行き、そこで当時の巧妙な古典アラビア語の赤学の何人かに一対一で基礎的な教えを授かった。彼はワーリーバ、ブンフバーブやハラフアフマルといった詩人たちに保護される前にはひどい環境で暮らしていた。最初の詩、ワーリーバは 単に訓練させるだけでなく、ギトン、アラビア語の詩、リベルタンといった内容も教えた。詩提はしばしば、クーファのリベルタンとして、一緒に行動した。伝承によると、アブヌワースは、砂漠における市場を追求するため、ワーリバの許可を得て、詩と別れて、ベドウィンのところへ去ったという。その後、アブヌワースが、最後の詩と仰いだのは、詩人で巧妙な翻訳家であった。 ハラフアフマルであった。伝承では、死は何千両にも及ぶ。古典死を暗記し終えるまでは、一行も死を読んではならぬと命じたという。アブーヌワースが、すっかり暗記してしまい、施策の許可を死に求めたところ、ハラフはダメだと言い,い、今度は覚えた死をすべて忘れることを命じた。アブーヌワースは、すべて忘れた。そして死を作ることができるようになった。この忘却を強いるエピソードは、 アブーヌワースの詩人としての形成期を象徴するエピソードであり、13世紀イフリーキーヤの百科前書家、イブンマンズールのアブーヌワースに関する情報の書に記載されている131から160、ハールウン・ラシードの肖像、ペルシアの細密が、おそらくはワーリバに連れられて、アブーヌワースは建設されたばかりのアッパース町の首都バグダードに行き、ハールウン・ラシードに その徳を称えるマディーフを献上したところ、木に入られ、お目通りが許された、百三十一から百六十。その時、バルマク家出身の宮廷詩人やバーン、ブンアブドゥルハミード・ラーヒキーと仲良くなり、バルマク家にも出入りするようになった。もっとも、このバルマク家とのつながりは、ラーヒキーが自分の目セな、ハール・ウン・ラシードから、潜在的なライバル、アブヌワースを引き離しておこうとする打算の、 産物だった、131から160ともあれ、アブヌワースは、エスプリとユーモアに溢れた市場により、すぐにバグダードで有名になった。砂漠の伝統を受け継いだ主題は扱わなかった。都会生活を語り、武道酒の閲落と少年愛を引きんなユーモアを交えて歌った。後に、カリフとなる若いアミーンと信仰を結んだのも、この時期である。 百三十一から百六十バルマク家は、ハーリド、ヤフヤー、ジャーファルと三代続けて、最小位を世襲し、カリフ位を世襲するアッパース家に次ぐ牽制を欲しいままに、していた。ハールーン・ラシードは、バルマク家を排除することを決意し、八百三連に、ジャーファルらを粛清する。この時、アブヌワースは、バルマク家の粛清を悲劇と捉え、彼らを痛虫を作ってしまい、身の安全のため、 エジプトへ逃げたという説がある。アブーヌワースは亡命中に、エジプトのディーワーン・ハラージュの長である、ハティブ・ブン・アブドル・ハミードを称える少子を作った。亡命は、ハール・ウンダ・ラシードの後を継いだ息子ア・ミーンは、22歳の、強力的な若者で、前に、アブーヌワースに教えをこうたこともある。アブーヌワースにとっては願ってもない幸運だった。ほとんどの研究者が、 アブーヌワースの施策の大部分が、アミーンがカリフを務めていた809年から813年までの間になされたと考えている。アブーヌワースが、宮廷の求めに応じて禁じた詩の中で最も有名なものの一つが、アミーンを称えたカスイーダである。アブーヌワースと、同時代のアブーアムルという人物は、武道士を死にすることにかけては、東大随一とした詩人の名前を3年挙げたが、 そのうちの一人が、アブーヌワースだった。また、アブーハティーム・マッキーという人物は、試策の奥底にある深い意味を、アブーヌワースが掘り当てて、言葉にしてくれることで、初めてその意味に気づくことがよくあると評した。作品の内容によると、アブーヌワースは投獄されたことがあるようである。そのため、アブーヌワースが酔っ払って、欲望の赴くままの行情を繰り返すので、さすがのアミンも腹に据えかね。 アブーヌワースを牢屋に入れてしまったというハバルがある。一方で、牢屋に入れたのはマームーンであるとするハバルもある。アミーンとの内戦に勝利したマームーンは潔癖なところがあり、アブーヌワースに一切容赦がなかった。アブーヌワースの最後に関する伝承は不確かである上、矛盾しているが、いずれも悲劇的であるという点で共通している。ある伝承では次のような点末である。 マームーンの側近のゾンボルという男が、アブーヌワースをたばかって、彼に正当カリフのアリーを封死する詩を作らせた。アブーヌワースはその時酔っ払っていて、言われるままに作ってしまい、ゾンボルは、抜け目なくその詩を皆に聞こえるように大きな声で公表した。これで、アブーヌワースは、牢屋から抜け出せなくなってしまった。その後、イスマー・イールビン・アブーセフルという男に、牢屋の中で、 毒か何かによって殺されたという。別の伝承では、アブーヌワースは、酒場で死んだということになっている。また別の伝承では、ナウバフトというシーア派の、額のある有名な一族の家で殺されたということになっている。アブーヌワースは彼らと信仰を結んでいたが、彼らを軽んじるような内容の死をいくつか禁じてしまい、身の破滅になったという。一説によると、 アブーヌワースは牢屋に入れられることを恐れるあまり、過去の行いを反省し、とても信心深くなったという。一方で、改春の死は、単にカリフの許しを得ようとしただけだとする説もある。アブーヌワースが亡くなったという噂話が飛び交い、友人たちが何人も家に押しかけ、彼の本を探したが、言葉の使い方に関する注意書きが手書きで少しばかり書いてある巻物一つを、除いては、 他に一貫も残っていなかったという131から160。また、昔からユダヤ人の墓地であったという丘に葬られたと伝えられている131から160。アブヌワースはアラブ文学史上、ムフダスウンと呼ばれる一軍の詩人の一人とみなされている。ムフダスウンは新しいや近代的なを意味するアラビア語の単語、ムフダスから語形変化した言葉である。 アラビア語詞の世界では8世紀初め頃に、バシャール、ブンブルドが現れ、カスイーダに代表される古典的様式から離れ、近代的な詩を作ろうとした。バシャールの試みは、当時の詩人たちの文学的流行となった。アブヌワースは、こうしたムフダスウンの代表格である、ムフダスウンの登場以前、8世紀から9世紀にかけての時代、バスラとクーファでは、 美しいアラビア語と優れた文芸を文献に残そうとする文法学派と呼ばれる知識人たちの活動があった。ムフダスーンは彼ら文法学派の知的活動の成果を受けてアラビア語史を再考した。バシャールは開逆と都会的なセンスを基調とする新しい価値観の持ち主であった。28。バシャールはイスラーム交流よりも昔の時代の文芸に理想を見出し、 彼に続いたムフラスーンはその理想をさらに推し進めて、ベドウィンの時代のカスイーダよりも単純な語彙、当該時代の雄弁家よりも自由な形式で試作を行った28。ベドウィン時代の主題は、ガザルという鹿の新ジャンルにおいて、観骨脱退された66から69。ガザルは古典的なカスイーダの導入部分である、ナスイーブから発展した死刑であり、 苦い恋愛を中心主題とする66から69カスイーダという形式にはそれにふさわしい内容があると観念されていたがアブヌワースは開逆の助けを借りてそうした固定観念から逸脱したカスイーダは普通野営地における嘆きのモチーフから始まるものであるカスイーダの語り手は打ち捨てられた野営地から始まって 止め所もなく哀れがましい話を始めるものだが、俺ならその八重地に近い居酒屋は、どこにあるのか尋ねるところから始めるぜと書いた、67から68。アラビア語史におけるアブーヌワースの卓越性は斬新な、死刑によるものである。彼は、古い時代の死から多くを汲み取り、なおかつそれからの流れを断ち切った、バシャールに続いた、新しい時代の人々、 特にアブーヌワースのような革新者が自らのやろうとしていることに自覚的であったことは強調されねばならない。67。アブーヌワースは先イスラーム時代の死を再認識し、三文と陰文を切り分けた文法学派の研究に学んだ。その点を考慮すると、アブーヌワースが師匠のハラフアフマルに強いられたという有名な忘却のアネクドートがまた異なった様相を持ち始める。 143. アブーヌワースの死には恋愛、特に少年愛を取り扱った者だけでなく、権力者を称えたり、風刺したりする者も,もある。称える死は、カスイーダ、風刺する死は、ヒジャーと言い,い、アブーヌワースは自分に、風刺の才能があることを自覚していた。アブーヌワースが特に好んだテーマは、飲酒と恋愛である。ューニヤートあるいは、ハムリヤートと呼ばれる、飲酒死は、 バシャールが導入したムフダスウンの流れに連なるもので、ある一方、恋愛史は古典形式に則っ,ったものである。これは、アブーヌワースという詩人が登場した時代を反映している。当時、文学的創作は二つの対照的な要因により、決定づけられていた。一つ目は、文法学者が確立した古典史の規範的価値であり、知識人もこれに則っ,って、詩を鑑賞した。二つ目は、 詩人の地位と社会的機能である。詩人の社会的地位の確保や上昇は、詩人に6を与えるものに委ねられていた。これら二つの要因により、少子、カスイーダが芸術の規範になり、カスイーダ古典史の語彙、形式、主題を利用して試作せざるを得ない状況になった。アブヌワースは、タルディアと呼ばれる資料詩を発明し、詩の一ジャンルになるまで、 修猟詩の世界を高めた詩人とされる。修猟の主題自体は、先イスラーム時代の詩人イムルルカイスのカスイーダや、ムアラカートにも見られる。67から69。同様に、ハムリーや、ハムリアートと呼ばれる、インシュ詩の世界においても、アブルヌワースはこのジャンルを完成させたとされる。インシュ詩も歴史は古い。アムルブンクルスウムのムアラカートがある。193から29。 資料と飲酒という二つのジャンルは自由奔放なレトリックを用いて人物を描写できるという点をアブーヌワースは指摘する。こうしたレトリックの仕様はムフダスーや初期のバディーウといった新しい様式に関係すると考えられている。アブーヌワースは自分自身では刺繍を編んだりすることはなく、その作品はスーリート・ハムザ・イスファハーニーがそれぞれ編んだに系統の 肯定本により現代にまで伝わっている。スーリーは、新作と判断したものだけを集めているのに対し、ハムザイスファハーニーは、新作、偽作を問わず、彼が集められたものすべてを収録した。そのため、ハムザイスファハーニーの肯定本は、スーリーのものの3倍の分量になり、1500作品1万3000行を、有する、レバノンの作家、芸術家のオーマール・フェアルックが描いたアブヌ・ワース。 1960年作。詳細は、千代人世物語のあらすじシジむアブーヌワースの事件を参照アブーヌワースが生きた時代から数百年、時代はおり、おそらくは、近世のエジプトにおいて成立したとされる、千代人世物語には、アブーヌワースが、同じく作中の登場人物の一人である、ハールーン・ラシードの取り巻きの一人として登場する、18。 血オヒという物語には特定の作者がいるわけではないが、匿名の作者により、アブーヌワースには、ヤクザなブライカンという性格が与えられている。18. 実在のアブーヌワースには、ハールーン・ダシードの長を得たという、確かな記録はないが、民衆の創造の世界では、時には、お忍びで冒険に繰り出すドーカリフの宮廷の道化師、あるいは愉快な仲間という役どころが与えられている。 348から352。東アフリカのスワヒリ文化では、アブヌワースがアブヌワシの名でよく知られており、あたかも、中東、アナトリアにおけるナスレッディン、ホジャバナシのように、アブヌワシが数多くの民話の中に登場する。アブヌワシはさらに、キブヌワシと名前がスワヒリ語化されることもあり、また、キャラクターも擬人化したのうさぎとなることもある。 ザンジバルのスワヒリ語詩人、ハジゴラハジが説明するところによれば、西洋ヨーロッパによる植民地支配下のスワヒリ都市においては、東洋的な主題を持つ書籍の出版が一切禁止されたが、その中で唯一出版された非西洋的な主題を持つジャンルが伝統的な昔話だったという。そして、植民地時代にスワヒリ世界に浸透したイスラーム世界の民話が、 アフリカの高等文芸と混交し発展する中で、戦一や物語の一登場人物であるアブ・ヌワースのキャラクターがスワヒリ民話に多くのインスピレーションを与えたというアフリカの各地域においては1940年代にエリトリアで収集された民話にアブナワスの名前が見られる。これは物書きの前職を買われてアメリカ軍により元イタリア植民地 エリトリアの戦武工作に送り込まれたハロルド・クーランダーが同地で収集したもので、1950年にエチオピアの昔話として英語で出版された。収集に際してはエリトリアの大人が話した民話をイタリア語を話せる子供たちがクーランダーに通訳した。1963年には日本語にも翻訳されて山の上の日の台で岩波書店から出版されている。 その中の一話、アブナワスは、どうして追い出されたかで、主人公アブナワスは、とても賢い男であり、王や商人といった権威者を、トンチやヘリクスでキリキリ舞いさせる。スワヒリ諸都市に、地理的文化的に近い小諸諸島においても、民話高等伝承の各種テーマの中で、アブヌワヌ物語群が、動物に関するアフリカ起源の民話高等伝承と、並んで、 最もよく話されていることが1970年代に書かれた象徴の中で報告されている70。ありがとうございます。